カズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、昨日のですね深夜に日本に帰国しまして、1日寝てですね、はい、真冬の日本で朝を迎えました。はい、まあ、真冬なのにこんなに日焼けしてしまって、ちょっと季節外れではあるんですけど、まあ、湘南っぽくていいかなっていうような形です。はい、で今回の動画で何をお伝えしようかと思っているかというと、私たちがですねバイロンベイで買ってきたお土産を紹介しようかなというふうに思っています。はい、まあ、あのそういったリクエストもですね、はい、いただいていたので、まあ、こんな形で、あの自分たち用もそうですし、もうお友達だったりお世話になっている人用のですねお土産として買ってきたものを並べてみました。で順番にですねこう説明していこうと思うんですけど、カエルだ、かんちゃん、この帽子誰に買ってもらったの？ママに。ママに買ってもらったの。これもですね、うん、オーストラリア土産です。はい、まあ、順番にいくと、これはカエルタンね、これはチャイですね。はい、チャイのスパイスになります。はい、でこれもこれはバイロンチャイですね。はい、まあ、バイロンベイもチャイが結構いろいろ売ってるみたいで、チャイ好きなのでたくさん買ってきました。でこれが、ゴールデンラテ、ゴールデンラテターメリックマヌカハニー。これはまあこれも本当にそうですね、まあ、コーヒーの代わりというか紅茶の代わりというか、ココナッツミルクとかターメリックとかマヌカハニーとかジンジャーとかシナモンとかカルダモン、そうですね、まあスパイスティーの素みたいな感じの、はい、まあ、こういうのがたくさん売ってるんですよ。はい、ママとダナとカンちゃんと行く。ね、たくさん選んだね。まあ、ほとんど私じゃなくてうちの妻が選んだんですけど、これは B ワックスですね。これはもう私があるかなあるかなと思ってちょっとあの店員さんに聞いたら、この B ワックス板チョコみたいになってるんですよね。私がよくあのハンドクリームとかですねヘアワックスとか使うときに、日本で売ってる B ワックスってなんかこうちっちゃいつぶつぶなんですけど、オーストラリアだともう板チョコみたいに売ってるんですよ。はい、これびっくりしました。これはもう2つ買いました。お店にある分買いました。はい、でこれは歯ブラシですね。はい、歯ブラシで、まあ、バンブーの歯ブラシなんですよ。竹の歯ブラシ、これはもう自分家用に買ったんですけど、これん見る、うん、ほらこれなんだろう、歯磨きね、歯ブラシなんですけど、バンブーの歯ブラシ、まあ、バンブーっていうのは、まあ、すごくエコなこう木材というか、材料だって言われてますよね。すぐ伸びますし、抗菌作用とかもありますし、よくしなりますよね、丈夫だっていうふうに言われています。なので竹を使った、いろんなエコなあのものってたくさん多いですけど、まあ、歯ブラシもですねバンブーがあるので結構これ長く使えるみたいなんで、これ使い倒そうと思っています。まあ、こういうのがたくさん売ってるんですよね、本当にオーストラリアって、特にバイロンベイは。でこれは、フルクリームミルク、まあ、ミルクですね。まあ、うちってほとんどミルク飲まないんですけど、たまにやっぱりお菓子とかに使いたい場合は、まあ、こういったパウダーで使うと便利かなっていう形で、うちの妻が選んで買ってました。歯ブラシみたいの、まあ、ミルクについていろいろ私も動画で話してるんですけど、まあ、これはですね、グラスフェッド、要、ノーグレーン、要穀物をあげてない、まあ、グラスだけ、牧草だけの、牛さんですね。はい、あとはそういったゲージ飼いじゃなくて放牧ですよね。でノンホモジナイズドだったりとか、まあ、もちろんその食べたものとかもノン GMO とか、まあ、オーガニックのものしかあげてないっていうミルクの、まあ、パウダーになります。なのでたまに使えた時にこういったパウダーで使うといいのかなというふうに思っています。はい、でもこの辺はうちの妻のなんか友達にあげる用みたいなんですけど、まあ、自分用もあると思うんですけど、チョコレートですね、パナチョコレートフィグ&ワイルドオレンジ、まあチョコレートにこうフルーツが入ってるような、はい、まあおしゃれなチョコレートですよね。これもオレンジチョコレートですね。これ結構日本で買うと高いらしいんですけど、ヘーゼルナッツ、オーストラリアだと半分までいかないけど3分の2くらいで買えるみたいですよ。出してるの、はい、これコーヒーカポダークチョコレートイズローカカオですね、ベリーバッキンベリー、はい、まあ、こういったおしゃれなチョコレートも買ってきました。でこれはハーモリオイドっていうの、ハーニカ、
アーニカクリームアーニカクリームってこれですね、うちの妻がなんかずっと買いたかったものみたいなんですけど、何がいいんだっけ、外傷にいいみたいですね。 何がいいの中身が。アーニカがいい。アーニカの中身はカレンデュラ。カレンデュラとラベンダー、カレンデュラとラベンダーとアーニカっていうのが、まあ、ホメオパシーの考え方で外傷にいいみたいなんですね。切り傷、私もサーフィンしてて、実はあのリーフで岩で足切ったんですよ。でこれもあの塗っときなって言ってあの塗ってました。はい、結構傷にいいみたいですね。はい、これあのなかなか日本では買えなくって、でこのサントスっていうお店が、もう私たち毎日行ってたんですけど、まあ、あのバイロンにある、まあ、あのオーガニックショップなんですよ。ここで、まあ、ほぼ買ってましたね。じゃちょっとどいて、よいしょ。はい、あとこれもですね、塩ですね、まあ、スパイスと混ざってる塩ですね。いろんなスパイスと混ざってる塩、よいしょ。はい、ちょっとうちの子供が、はい、これがココナッツチョコレート、ココナッツオイルとカカオが混ざった、まあ、ペーストですね。これも砂糖が入っていないですね。泣いちゃいましたね。ものなんですけど、これもあのなんかいろいろ塗ったりとか、はい、するもの、まあ本当パンに塗ったりとかするような、これも砂糖入ってなくても、まあ、すごい甘くて美味しいです。でこれもですね、マカデミアナッツ 100% のペーストですね。まあ、日本では本当になかなか買えないですよね。ピーナッツペーストとかも売ってますけど、ほとんど砂糖とかそういったもので薄められたりとか、ピーナッツペースト 100% とかもなかなか買えなかったりしますけど、マカデミアナッツの 100% ってやっぱなかなか買えないですよね。まあ、ハワイとかでも買えますけど、ね、オーストラリアも結構バイロンはマカデミアナッツ取れるので有名なんですね。このレインフォレストフーズっていうのが結構私たちお気に入りなあのメーカーというかブランドです。で、まあ、ハニーもですね、私もですね、ちょっとあのまだ開けっぱなしで寝てたら結構喉痛くなったんで、その時にハニーも買いました。はい、まあ、100% ノットフォートプロフィット、うん、まあ、ローハニーですね。あの熱殺菌していないっていうのが結構ハニーでは重要だったりするので、オーガニックのローハニーっていうのを買うことをおすすめします。はい、でココナッツオイルもレインフォレストのやつが欲しかったんですけど、まあ、その時見つからなかったんで、まあ、このバージンココナッツオイルですね、これもローハニーとコールドプレスの、はい、ハニーを買いました。はい、もう私もあの海入る前とか海入った後とかもココナッツオイル塗りたくって、まあ、一応肌荒れせずにですね焼くことができました。はい、あとこれはですね、フォームですね、なんか洗顔フォームみたいなんですけど、うちの妻がこれずっと気になってて探して買ったみたいなんですけど、まあ、オイルが入った洗顔フォーム、はい、やっぱりそのオイルで汚れを落とすっていうのがすごい重要だっていうことですよね。界面活性剤みたいなのでバーって落とすと、こう取っちゃいけない油まで取っちゃうので、まあ、オイルで汚れを落とすっていうので、まあ、私は普通にあのお湯でやって、その後オイルで、あとはお風呂入る前にオイルで汚れを落としてから、あのもうお湯ですすぐっていうのことしかしてないですけど、まあ、女性はこういうのも使ってみるといいかもしれないですね。あのナチュロパスのナミさん、ナチュロパスのナミさんって有名な方がいて、その方がおすすめしているものみたいで、ナチュロパスのナミさんと実はバイロンで会ったんですけどね、はい、まあちょっとあのびっくりしすぎて話しかけれなかったっていう。あとはですね、あすごい綺麗な方でした。で、あとですね、オーガニックのティートリー、まあ、私もあの治療院でティートリーの、あのオイルをアロマで使ったりとかするので、まあ、これはでかいやつ買いました。なかなかやっぱりこれもでかいやつって日本じゃ買えないし、高いんですよ。オーストラリアともう半額以下で買えますね。まあ、ティートリーが取れますからね、ティートリーの木がめっちゃありますから、はい、これはもう2本買いました。はい、もう自分用に買いました。で、あとはですね、これはもう私のお世話になってる人用にですね、ナッツミックスですね、オーガニックのナッツミックスをですね、たくさん買いました。はい、たくさん買いました。お世話になってる方に渡そうと思っています。はい、あとですね、これなんですけど、これはですね、まあアフリカのですね、まあ、サイザルっていう素材はご存知でしょうか。それ の帽子なんですけど、オーストラリアで結構これがあのトレンドで、こういったあのカゴとか、カゴはうちたくさんあるんですけど、この帽子があったので、帽子もですね、あの海に行くように買いました。今真冬なんでなかなかかぶれないですけど、
夏になったらまた被ろうかなと思っています。で最後にこれですね、はい、バイロンベイのファーマーズマーケットの朝のですね買い物袋ですね。前まではですね布のトートバッグだったんですよ。私たちが、4年前にバイロンにいた時は布のトートバッグだったんですけど、朝のですねすごくこうやって奥行きのあるですねでかい丈夫な買い物バッグになっていたので、まあ、思わずですね買ってしまいました。はい、そんな形でですねこれがまあ一応うちがですね、うち我が家のですねバイロンベイのお土産になります。まあ、行きの時は本当に夏用の着替えだけだったので3日分くらいの、まあ、着替え T シャツと短パンとあと下着とあれば十分でもうすっかすかだったんですけど、こういったお土産があったのでパンパンになって帰ってきたっていうような感じです。はい、そんな形で、はい、あのお土産をですね紹介させていただきました。一応 Amazon とかでもちょっと調べてみたんですけど、やっぱりなかなかないですね。このくらいちょっとそうですねメジャーなものではないのでなかなかないので、まあ欲しい方はですねオーストラリアに行ってください。バイロンに行けば必ずありますから、はい、行っていただければと思います。はい、ですね、まあ、これまでですね私たち家族のですねバイロンベイの、ちょっとこう旅行のビデオっていうのをですね作らさせていただいて YouTube にですね出させていただいているので、興味があれば見ていただきたいのと、あとですね旅の様子の写真についてはですねなかなかビデオ撮影ができないようなところは写真だけ撮って、うちの妻のですねインスタグラムのリンクも下に貼っておきますので、気になる方はですね見ていただければと思います。はい、一応これでバイロン編っていうのは以上にしようかと思いますので、また今後はですね健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。今もパーッと説明させていただいたので、気になる方はですねちょっと何回か見ていただくと名前とか物の内容わかるかと思いますので、確認していただければと思います。はい、ではですね本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。うちの子供はどっか行っちゃいましたね。